てこの画角でまた失礼しようと思います。お水飲む。すごい久しぶりにペンを持つんだけど、果たして私は絵が描けるのだろうか。前にね言ってたと思うんですけど、千日剣アバターをね作りたいみたいな話をしていて、まあそれがずっと作れてなかったんですけど、どうしようかな。むず。違うな。
今一番こういう感じになりそうですね。これはラフなんですけど、色を変えるか悩むな。こんくらいなんか全体的に緩くてもいいけど。ハロウィンのギフトもありがとう。
うしようかな、どこまで色つけようかな。そういうことか。こういう感じか。
違う。違う気がする。
しようかな。
可愛いかもね。どう？いや、そうカピバラ自体が溶けてもいいんだけど、そうなると色を変えるか。よくしょ。
あ、なるほど、こういうことか。なるほど。どうしようかな。溶けカピ、溶けカピザ、グロックね、もしかしてだけど、そんなことない？ちょっとグロテスクなのでは。色を変えることになるんだけど、まあ可愛いけど、思ったより可愛いけど、ちょっと待ってね、色直してるから待って。どう？どっちがいい？さっきのと。これ温泉じゃないんだけどな。温泉ではないんだけど、時計カピならこれだね。どっちがいいかな、これかさっきの水のパターンか。よいしょ、もうちょい温泉の色を黒くするか、薄くするか。そうだな。
これが一案でしょ。一案っていうか、これを、あとは元に戻す。よいしょ。どっちがいい？まあこっちの方が明るいよね。どういう手これ。これ右手と左手間違えてるの。よいしょ。
そうだな。あとは色がね、なんもないから、ここをこうかな。どう？これが一案だよ。どうだろう。これ水が後ろになってんな。これじゃダメだ。ちょっと待って。こうだ。どう？でも可愛い感じするよね。どうかな、どうかな。うーん、あとなんだろうな。
設定はね、しずくちゃんだよ。しずくちゃんだからね。しずくちゃんだよ。これは水要素だよ。私の私こっちの水色のこの感じで、あとどうだろうな。なんかのんびりしててかわいいよね。ミム。悪くないよね。よいしょ。
見えてるってか、どうしよう、これにしようかな。こうかな。良さそうだけどね。マイクだよね、これ。マイクに見えるよね。なくてもいいかな。なくてもいいかも。よし、じゃあこれで一旦。かわいいかも。ちょっとところどころ直したい箇所があるな、やっぱ。よいしょ。
って正座してたから、よいしょ。この辺をちょっと綺麗にするわ。いいんじゃないか。今度こそ、あー今度こそじゃない直しがいっぱい。これ千日記念アバターだけど提出期限はないし、その時は私もマネージャーさんもグループ全体が手一杯だったからこっちに気が回らなかったんだよね。いいと思います。イエーイ。ちょっと休憩、メール書く。うん、まあこっちの方が明るくていいんじゃないかな。まあ温泉にも見えるし、しずくちゃんにも見えるし、まあちょっと採用されるかはまた話は別なんですけど、よいしょ。じゃあ一旦休憩するぜ。
ただいま、ね、今日水しかないの。お水しかない。ちょっと頭痛いな。薬飲もう。低気圧だからね。最近薬飲んでばっか、やだな。100個以上メールをね、送りますよ。あ、そういえば明日の新潟駅の時鉄さんのグッズの発売はね、なんか明日ね、すごいあれらしいのよ。なんか明日めっちゃあれらしいんですよ。あれしか言ってないな。どうやらすごく悪いらしい、天気が。その兼ね合いで亡くなった。残念。ゆきりんさん卒業するんだね。 NGT の日記、まあ、NGT で兼任してる期間ちょっとだけ被ってるんですけど、本当に2回ぐらいかな、お会いしたことあるの。 2,3 回かな。あ、まあ、2,3 回かな。そう、バーベキューと、あとまあ武道館とか。武道館ってユキリンさんいらっしゃったっけ。でもほんとそんなレベル。あと周年とぐらい、なんかほんとそんなレベル。え、会ってないな。だからほんとに 2,3 回とか。武道館はいらっしゃったか。っていうレベルなんだけど、でもお話ししてすごいお優しい方で、なんか大先輩なんだけど、なんかそのなんて言ったらいいかな、そういう壁を感じないド新人の我々にもすごく優しくしてくださって、そう、なんかあんまりちゃんと NGT としての最後をお見送りできなかったから、なんかね、その時は私もなんでなんて思ってたんですけど、もっとちゃんとなんか誇りの丘の千秋楽と同時にそのままそれが最後の活動だったんです。なんかそれ、いや、もっとちゃんとなんかちゃんと送り出せよって思いながら私はいただけなんですけど、見てただけだったかなと思っていたんですが、うん、ね、そっか、17年ってすごいね、本当に。そう、だからなんかちゃんとそのゆきにんさんをグループとして感謝を伝える会みたいなのやらない？なんかそのちゃんと送り出せなかった、お見送りできなかったっていうのが
一メンバーとして心残りなんだけどさ、そういうのやらない？これ写真撮って送ろう。トゲカピかわいいね。もうすぐさ1000日と365日記念日になっちゃうんだけどそうなるかもしれんな、実装が。送信した。お絵かきしたい。もう全然別にこれは私が好きなもの書いてたわけじゃないからな普通にこれ仕事だからな。よいしょ。頭痛いよね、わかる。落書きしよう。
じゃあ何書いてるか当ててね。ねえ、何で書こう。ちょっと待って、ペンどれで書こう。まあ落書きだからな。
どうしようかな、口、はあ、ギャグっぽくなっちゃった。落書きにしてはいい感じじゃない？一応資料見てやってますね。色を塗ってみよう。どうしようかな。厚塗り系でやってみますか。私は色塗りの方が好きだからね。アニメビジュアルのねイラストをね参考にしてるけど、まあ、模写とはまた違うからなんつった。よいしょ。
結構濃い方から書いちゃったな。ハイライトがピンクなんだよね。
時間があるかな。これ明るいな。ちょっと待って。あ、黄色の星描くの忘れてた星描くの忘れてたよ。なんかちょっとなんかこうじゃないな。
むずい、星書くの一番むずい。
髪がめっちゃ雑だからさ。私のアイフェイス、フェイス ID が起動してくれない。よいしょ。目ね、描きますか。一番大事なとこですからね。だから最後に残したんだけど。そう、これアイビスペイント、そうだよ。そしたら星を描くか。間違えた。
うん。
結構いい感じじゃないかい。あとはどうしようかな。
ちょっとすごいことになっちゃった。絶対やだなこれ。あとはそうだ、私のフェイス ID が反応しない。ちょっと下手くそ下手くそ。どうだろうな、ちょっと待ってね。これはな、思ったより なんでだ。なんでそうなる。
なぜだ、なんで君こんなになっちゃうんだ。これはなんだい、これは何これは何、一番下に白引けばいいのかな。あ、いけたいけた、違うね、なんか全然違ったね。エンドちゃいますの。これってどう、本当は、あー待って、これじゃちょっと強すぎるな。白がいいな。もう時間やね。
ちょっとなんか最後に気に食わなくなっちゃったんだよね。いいじゃん、いいんじゃない、イエーイ。初めてです、初めて星野愛ちゃん書きました。後でツイッター載せます。それでは、ご覧いただきありがとうございました。明日はオンラインおしゃべり会です。よろしくお願いします。誕生日見ます。13位米沢二郎さん、12位恵子さん、11位富安さん、10位太郎さん、9位くじちえさん、8位むつきさん、7位しんいちさん、6位よったさん、5位さとしおんさん、4位ひよりげたさん、3位ようくんさん、2位とうごさん、1位突破球さん、ありがとうございます。ありがとう、楽しかった。めっちゃ久しぶりに絵描いた、やったやった。ちょっとね、いつもよりもね、お目目大きく描いてね、ちょっとあの本家の愛ちゃん見ながら描いたんでね、あの一番有名な愛のイラストあるじゃん、あのサインはビーの、多分あそこなんだけど、あそこに近いとこなんだけど、あれの私はちょっと時間なかったんで全身は描けなかったので、ちょっとああいう、あのああいう感じの愛ちゃん、これ髪を、目をさ、どうやったらなじませられるんだろうな。まあまあいいや、それは。やった、楽しかった、ありがとう。ちょっと落書きすぎるんだけど、まあ後で載せます。じゃあね、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他ものもお疲れ様でした。また明日、おやすみ村、バイバーイ。サインはビー、おやすみ。